東部ホテルグループは東部グループ内各社の運営するホテルのグループである。東部グループ内の各社では1965年設立の株式会社東部ホテルやホテル専業の運営会社のほか東部食品サービス株式会社等がホテルを兼業して各社それぞれ独立して運営していた。現在も株式会社東部ホテルマネジメントを中心として 東部グループ内各社がそれぞれホテルを運営している。株式会社東部ホテルマネジメントは、東部グループ内のホテル専業会社の運営集約を目的に2000年に株式会社東部ホテル及び他6社より、ホテル運営を含む各社の事業一切の譲渡を受け、現在は東部ホテルグループの中核となっている。各ホテル運営のほか東京スカイツリー展望デッキにある、 スカイレストラン634の運営も行っている。運営するホテルのうち、東部ホテルレバント東京、コートヤードマリオット銀座東部ホテル、成田東部ホテルエアポートは、同じ東部グループである、東京スカイツリーのオフィシャルホテルである、アストリアホテル、東部グループが直接、間接で出資している、リゾートホテル、東部ホテルマネジメントに関するカテゴリー、ありがとうございます。